今回私の不適切な発言が原因で大変混乱をいたしてしまいました。理事の皆さん、さらには評議員の皆様、そして多くの皆様方に大変ご迷惑をおかけをいたしましたことを誠に申し訳なく存じております。で、今日は改めて、もうすでに報道されております通り、今日をもちまして会長を辞任をいたそうとこう思っております。報告より少し早いのですけれども、私がいる限りご迷惑をかけるということになったのでは、これらの今までやってまいりました努力というのは全く無になってしまいます。したがって、まあ誰かが老害老害と言いましたけど、年寄りは下がれっていうのはどうもいい言葉じゃないんで、子どもたちに対する、いろんな言葉がございますけども、老人もやっぱりちゃんと日本の国のために、世界のために頑張ってきてるわけですが、老人が悪いかのような表現をされることも、まあ、極めて不愉快な話であります。性の社会というのを目指し、そういうふうに私自身は女性を蔑視するとか、なんとかそういう気持ちはもっとありませんし、これまでもいわゆるオリンピック・パラリンピック、いわゆる障害のある人ない人、みんな同じだよということで、全て同じように扱って議論してまいりました。そういう意味で大変こういうこの一言でこういうふうになったということは、私自身の非常に不注意もあったのかもしれませんが、まあ長い83年の歴史の中で本当に情けないことを言ったもんだなと思って、それがまた皆様に大変ご迷惑をおかけしたということになりました。福岡県に行ったのかどうか